ネットジェッツはバークシャーハサウェイの子会社でビジネスジェットの部分的所有権や持ち分を販売するアメリカ企業である。このような商品形態はフラクショナルオーナーシップと呼ばれる。ネットジェッツは1964年にエグゼクティブジェットアビエーションとして設立された。その会社はビジネスジェットのチャーターや機体管理を行う世界初の会社であった。ネットジェッツの元となる エグゼクティブジェットエアウェイズは、1964年にビジネスジェットのチャーターや、機体管理を行う世界初の会社として設立された。設立時の取締役会には、空軍大将のカーチスルメや、順将のポール・ティベッツ、ワシントンの法律家でありもとは、軍のパイロットであった、ブルース・サンドラン、俳優でありパイロットであるジェームズ・スチュアート、エンターテイナーである。 アーサー・ゴッドフリーがおり空軍の退役少将であるオルバート・ラスターが社長兼取締役会議長を担った。エジャは当初1964年に10機のリアジェット23を用いて業務を始めた。1970年にはブルース・サンドランが社長となり、1976年にはポール・ティベッツが社長になった。1970年代後半までにエジャは 約250人の契約客を持つようになっており、年に300万マイル以上のフライトをしていた。1984年、エイジャは数学者で元ゴールドマンサックスの幹部であったリチャード・サンタリに買収された。彼はヘリコプターを洋上石油事業のサービスプロバイダにリースする事業をしていた。サンタリがエイジャの議長兼 CEO になった時、彼は22年にわたる、 パイロット日誌を精査し、数人の個人が一つの機体を所有する新しいビジネスモデルを考え始めた。1987年、歴史上最初のフラクショナルオーナーシップ企業になるというネットジェッツ計画が公式発表された。その頃、ネットジェッツアメリカのすべての航空機に塗装された3桁の機体記号には QS がついていた。これは、 航空機の4分の1の持ち分を販売するという画期的なコンセプトを象徴しており、今日のネットジェッツのブランドを代表する特徴である。1995年に、ホーカー1000の最初の4分の1の持ち分を購入した一人が、バークシャーハサウェイの CEO であるウォーレン・バフェットだった。彼はすぐに、フラクショナルオーナーシップというコンセプトは、ゼネラルアビエーションの未来だと判断し、 1998年にエジャとネットジェッツを買収した。ネットジェッツはすぐにヨーロッパに、さらにロシアに事業を広げた。そして2006年までにヨーロッパ最大のビジネスジェットの提供者となった。それは大陸で9番目に大きな航空事業者であった。2009年8月初頭、サンタリは CEO を辞任し、デイビッド・ソコルが就任した。 創業者であるサンタリの旅立ちに続いてネットジェッツは本社をニュージャージー州から故郷であるオハイオ州コロンバスに移した。2010年ネットジェッツはマーキスジェット社をその設立者であるジェシー・イッツラーとケニー・ディクターから買い取った。プリペイド型のマーキスジェットカードにより顧客はネットジェッツの機体を25時間飛ばせる権利を購入できる。 事業認可を得るために2012年から中国当局と共同してきたネットジェッツは2014年9月中国で航空機チャーター事業を始める許可を得た機体はすべて同じデザインで塗装されているアメリカ籍の機体は機体記号に4分の1の持ち分を表す QS の文字を含んでいるネットジェッツのサービスは主に3種類あるネットジェッツが世界で最初に始めた フラクショナルオーナーシップ形態のネットジェッツシェア、リース形態のネットジェッツリース、プリペイドカード形式でフライト時間を購入するマーキスジェットカードである。それぞれの概要は以下の表を参照。なお、この節の内容は別途記載があるものを除き、ネットジェッツ社の情報による。一般的に費用対効果の観点から年に400時間を超えるフライトが必要であれば、 航空機の自己所有が向いている。年に50から400時間であれば、フラクショナルオーナーシップが向き、年に25から50時間であれば、ジェットカードが向いている。そして、年に25時間未満であれば、個別のチャーターが向くとされている。特定の1機を共同所有する仕組み。期待1機の年間飛行時間を800時間とし、その16分の1。 つまり五十時間が最小持ち分となる。そして、ここから三十二分の一つまり二十五時間ずつ持ち分を増やすことができる。この持ち分に応じて、機体の購入コストやランニングコストを負担することで、持ち分に応じた飛行時間を使う権利を得る。機体の維持管理やパイロットの訓練などの手間はすべてネットジェッツに任せればいいので、顧客はただコストを負担するだけで、 自分の専用機を持っているかのように機体を使うことができる。自分の機体を他の共同所有者が使っている場合は、ネットジェッツが管理する他の機体に空きがあれば、それを使うこともできる。この携帯の場合は機体を購入するので、経理的には資産を所有することになる。機体の種類と持ち分の大きさにより、最初に機体の購入費用がかかる。ランニングコストとしては、 毎月、パイロット給料や格納庫使用料、保険料などの月間管理料金がかかる。さらに、自分の使用に応じて、着陸料や燃料費などの専有料金を支払うことになる。特定の一期の飛行時間をリースする。リース形態を取るので、経理的には資産を所有せず、費用としてリース料を支払うことになる。リース契約は2年から5年の範囲で行われ。 原則として途中解約はできない。シェア形態では最初に機体購入資金が必要だがリース形態では契約時に4ヶ月分の予託金を支払うだけでよく初期投資が安く済む。そしてリース期間中は毎月固定額のリース料金を支払う。ランニングコストについては基本的にシェアと同様である。ビジネスジェットの飛行時間を25時間単位で 前払いするプリペイドカード。特定の1機を所有したりリースしたりするのではなく、機種を決めて、そのフライト時間を購入する。上の表にあるように、シェアやリースと比べて、フライト予約の締め切り時間が前倒しになるなどのデメリットがある。このプリペイド料金はフライトそのものの料金であり、年油サーチャージや空港使用料などは別途払うことになる。 ビジネスジェットをチャーターするのに似ているが、個別のフライトごとに、調整や契約をする必要はなく、電話1本、またはアプリで簡単に、フライトの予約ができる。ジェットカードの仕組みマーキスジェットカードの価格は、小型キセス,スナサイテーションアンコールで149,900ドル、中型キホーカー 800XP で199,900ドル、 大型機ガルフストリーム G450 で363,900ドルとされる。ネットジェッツはアメリカの IRS との間で税務紛争を抱えている。通常の航空運送事業では FAA に支払う税金が搭乗客のチケットに課されている。しかしゼネラルアビエーション事業にはこのような税は課されない。内国採入庁は ネットジェッツのフラクショナルオーナーシップモデルは特定の場合には航空運送事業の偽装に当たるとしネットジェッツの未払い税金と罰金は合計3億6600万ドルを超えていると査定したネットジェッツはこの査定と以前に支払った6億4300万ドルの税金と罰金について IRS を訴えた近年の FAA の再認可法案には ネットジェッツと他のフラクショナルオーナーシップ企業を支援するように法律を変えることで一時的にせよこの問題に対処する条項が含まれている。ネットジェッツは約700機のビジネスジェットを保有しており世界最大の規模である。以下はキャビンサイズことに分類する。小型機中型機大型機2012年6月11日ネットジェッツはゼネラルアビエーション業界で 史上最大となる総額176億ドルの発注を行った。ネットジェッツは30機のボンバルディアグローバル5000、6000、25機のボンバルディアチャレンジャー650、75機のボンバルディアチャレンジャー350シリーズ、25機のセスノサイテーションラティチュード、50機のエンブライルフェノム300シリーズを確定発注した。購入同意書の一部として、 追加で40機のボンバルディアグローバル5000、6000、50機のボンバルディアチャレンジャー650、125機のボンバルディアチャレンジャー350シリーズ、125機のセスナサイテーションラティチュード、75機のエンブライルフェノム、300シリーズを条件付き発注した。ザ・ヒストリー・オブ・フラクショネル・エアークラフト・ラーシップ。 ネットジェッツヒストリーヘルマン・サイモン・メンシャンドディス・カンパニー・イン・ヒズ・コレスポンデント・ブック・アズアンエグザンプル・オブ・エイヒドゥン・チャンピオン P 五十八インユーコングレスハウス・コミッティ・オン・バンキング・アンド・カレンシーザ・ペン・セントラルフェイラーザ・ロール・オブ・ファイナンシャル・インスティテューションズ US ガバメント・プリンティング・オフィスワシントン d c 三百三十六ピアニッシモオマージツ・リック・ラ・セター AB ネットジェッツヒストリーアーカイブド2009年4月16日、アットザウェイバックマシン、ワポールティビッツ、エーランデブウィズヒストリーバイディフリーズアーカイブド2011年7月1日、アットザウェイバックマシン、カツアットネットジェッツディレイエクスパンションプランズイン、オハイオ、ネットジェッツヒストリー、ロペス、ルチアナ、ネットジェッツ、ウィンズアプルーバルツーローンチ、チャイナサービス。 ロイター、https, w w w ロイター e r c o m アーティクル、2014、09、23、アスバーク社ハサネットジェッツチャイナアイダスコーシアン、082K020140923、プログラムスアット、エーグランス。ネットジェッツ、ザバイヤー、S ガイドツープライベートアビエーション。ネットジェッツ、パート1、ビフォーユーバイ、A プライベートジェットカード、リードディス。フォーブス。 ディアドラバンダイクホワイユーニードエイプライベートジェットインクマルキスジェットカードタームズコンディションズネットジェッツマルキスジェットカードアグリーメントネットジェッツジェットカードプライシング jetcards.org ハリスアンドリューバフェット S ・ネネトジェッツカウンターサドバイフォーアンペードタクセスブルームバーグ https www.bloomberg.com ニュース2012年3月9日バフェット S ネットジェッツイズカウンターサドバイ US オーバーアンペードタクセス HTML ハットホルムエーリックバークシャー S ネットジェッツツズ IRS オーバータックスビル WSJHTTPS オンライン WSJ.com アーティクル s, s b 貫四千二百四4 2 4千二5297条236114回 457K7046 兆3741億826万 7952HTML ネットジェッツオーダーズアップ2275ボンバルディアチャレンジャービジネスジェッツネットジェッツオーダービッグーセスナバッドインパクトメイビーディレイド 回 TW02LA136。ナショナルトランスポーテーションセーフティーボード。アーカイブドフロムザオリジナルオン2014年12月15日。ATL04IA048。ナショナルトランスポーテーションセーフティーボード。アーカイブドフロムザオリジナルオン2014年12月15日。デン四 i a 1 2 6 ナショナルトランスポーテーションセーフティーボードアーカイブドフロムザオリジナルオン2014年12月15日 CHI05LA277 ナショナルトランスポーテーションセーフティーボードアーカイブドフロムザオリジナルオン2014年12月15日 CHI06LA058 ナショナルトランスポーテーションセーフティーボードアーカイブドフロムザオリジナルオン2014年12月15日ダックス 06FA277A ナショナルトランスポーテーションセーフティーボードアーカイブドフロムザオリジナルオン2014年12月15日エラ 11IA316 ナショナルトランスポーテーションセーフティーボードアーカイブドフロムザオリジナルオン2012年10月20日ザキャサリンレポートガルフストリーム G200 ネットジェッツ N731QS インシデントアッカードジュライ232014アットアスペンピトキンカウンティエアポートサーディフィールドアスペンコロラド THEKATHRYNREPORT.com ジュライ24、2014? プレーンスキズオフサーディフィールドランウェイオンランディング。アスペンデイリーニュースオンライン。アスペンデイリーニュース。ジュライ24、2014。ネットジェッツアビエーション320-29。セプテンバーマイナス -2014 テイビナゲイクックス。flightaware.com。プレーン、スライズオフランウェイアットリージョナルエアポートインコンロ。 KPRCTV ありがとうございます。